ええ、もしかしてキッコーマンさんですか？あ、今日よろしくお願いします。あ、み、南です。醤油？え、ちょ、え、委員長っしょ？ん？え、俺高山、ほら、高校一緒じゃん。え、委員長だよね？委員長だよね？人違いしちゃって、ごめんね。なに？醤油？え、待って、なんだっけ？加藤さんだよね？あ、そう、うん。うわ、夏！びっくりした。え、高校以来じゃない？そうだね、東京で会うと思わなかったね。え、夏、何してんの、うん、あ、今ね、ちょっと待ち合わせしてて。え、醤油と、そうなんだよ。え、うん、え、何、もしかして男？あ、一応男性。やってんね。え、なんかそういうタイプじゃなかったじゃん。はい、まあ、できるか、さすがにな、もう社会人なんだ。そういう彼氏とかじゃない、本当に彼氏とかそういうんじゃないから。その、付き合う前、こっからみたいな。あ、そうじゃなくて、ツイッターでね、知り合った人なんだけど。え？趣味の、まあ、友達っていうか。なるほどね。あ、その、よくわかんないけど、その、ゲームとか、そう好きなものの、な、オフ会っつうの？そういう感じ？広い意味で言えば、ゲーム。まあ、そう。もしくはスポーツなんだけど。あ、スポーツか。あれか、なんかテニスとか、なんか やってそうだもんね。なんか、お上品子。それとか、やりそうだもんね。なんかね。まあ、そういうことはしないんだけど、うん、本当に DM とかですごく盛り上がって、まあ、私の趣味って結構、プラスとマイナスみたいなところがしっかりある趣味だからさ、まあ、とにかくすごく趣味が合う人で、こう、テンション上がってて、すごい、間違えちゃってごめんね。まあ、会えたって思っちゃったから。あ、ね、そういうオフ会みたいなのがあるってことか。うん、趣味仲間だね。あ、なんかそのだからマッチングアプリとはまた違うん、それは違うね。友達だね、本当に。あ、それ違うんだ、うん、やってるの。俺はもうめっちゃやってる。あ、そうなんだ。めっちゃやってて、うん、もうバリモテ、本当にすごいね。まあモテる、うん、じゃあ俺さ、これ見て分かる通りさ、もう社会人になってももうお調子わんぱくキャラなのよ。あ、そうなんだ。もうそのサラリーマンつうか、ほらもう金髪だし、うん、もうなんか俺も自由に行きますみたいな、自由にやらせてもらいますみたいな感じで今やってるから、うん、でそのモテるの、やっぱそういうやつの方がさ、うん、こうカリカリカリっていう、カタカタっていうより多分、まあモテるのかな、うん、ちょ聞いて、うん、いや俺ここだけの話さ、経験人数63。え、立てた？すごいっしょ。ビビるっしょ。いや、まあ、こんな言うことじゃないけど、まあ、その、100人切り目指してますみたいな感じで、やらしてもろて。あ、そうなんだ。やらしてもろてです。そうなんだ。はい、まあ、ごめんね、あんまこういう話得意じゃないよね。そうだね、あんまり。そう、数えるみたいなのが趣味とかではないから。下品っすよね。皆さん、昔から変わらず下品でやらしてもろて。そうなんだ。え、加藤さんはさ、今何してんの？うん、まあ、趣味に勤しんでるから。じゃあ、その趣味って、教えてよ、それ。なんかそんな、恥ずかしいからさ、うん、あんまりあれなんだけど、結構趣味用のアカウント、ツイッターのね、アカウントとか作ってて。そういう感じ。なんかその配信者みたいな、そのゲーム、うん、その YouTube とかで飯食ってますみたいなこと。うん、写真とか動画とかはたまに載せてるけど、それよりはまあみんなと集まってこうワイワイしたりとか、まあもちろん1対1でも楽しかったりするんだけど、そう、高校の頃から結構興味があったんだけど、なかなか勇気が出なくて、ずっとこう想像したり妄想したりはしてたんだけど、大人になってからすごくこう爆発しちゃってて、大丈夫？危ない趣味？あ、うん、本当にスポーツ。ちょ、やめてよ、爆弾とか作ってんじゃないの？うん、本当運動。ちょ、ないよ。汗を流して楽しい。そのテニ、ちょっと変則テニスみたいな、そういうことでしょ？なんか。来たみたい。あ、じゃあ。キコマさんですか？よろしくお願いします。めっちゃ目ちばしてたな。